やってくれたな。これほどの強者二人と戦えるとは、今日はなんと愉快な日だ。なんだこの人間は。あの亜人とは違う、もっと異質な。あなた、噂に聞く魔物狩りですね。この一帯の鬼や魔物を殺し回っているという。よくご存知で。なぜそんなことを。くだらない正義感ですか。そちらこそ、上司に押し入って人々を殺す理由は何なのですか。ご覧なさい、あの城を。地をえぐり、木を切り、川をせき止め、よそから膨大な石を運び入れ、そうやって建てられたものでしょう。当然のように他の種が住む自然を壊していく。増え続ける人間こそが世界にとっては敵なのですよ。自然博愛ですか。それこそくだらない。どこがくだらないと。大義はそれとしても、大元は自分たちの土地を奪われた復讐心だ。人間が自然を大切にしようと、あなたたちが矛を収めるはずもない。私も同じだからわかるんですよ。私たちは互いにただ憎いだけ。だから存分に殺し合える。それが楽しい。ただそれだけでしょ。もう5分経ちました。あなたはこの上なく危険な存在です。この場で確実に殺しておかなければならない。私を殺す。まあせいぜい頑張ってください。貴様は危険な存在だ。この場で確実に殺しておかねばならん。人間相手に使わねばならんとは、なんとも情けない話だ。だがこいつが何者であれ、鬼が人間に敗れるなどあってはならんことなのだ。消し止め気泡。今のは瀬戸の気泡。戦闘中によそ見とは。この手応えのなさ、鮮度ですね。人たちで見抜きますか。その通り、これは鮮度。この目のすべてが私自身。鮮度、確か内丹を練り天地自然の気と合一し振るう術。なるほど、自然博愛を掲げるあなたにはお似合いですね。鮮度を使う好機とは切りがいがありますよ。光栄ですね、魔物狩り。しかし良いのですか。はい。城内で何かあったことは明白。私と戦うよりあちらが気になるのでは。なりませんね。私の目的は人助けではなく鬼退治。あちらを気にするのはあなたを殺したその後ですよ。なんというさっき。正解でした。目玉の一つを飛ばし増援を呼びました。おや、いつの間に。言ったでしょ、確実に殺すと。増援が来るまで生きていられるとでも。私の鮮度をもってすれば時間稼ぎなどいくらでも。気を当てて私の目を消滅させた。いや、しかしこれは、この力は。この瀬戸が追い詰められ挙句気泡を打つとは、
つくづく情けない。だがこれで肩はついた。びっくりした。何今の、急にドカーンって。なぜ生きている。何これ。サリー、なぜだ、どういうことだ、なぜ無傷なのだ。もうダメじゃない、こんなことしちゃ。でしょ。残る手立ては気泡くらいのものですか。撃ってみたらどうです。私を倒せるかもしれませんよ。見えすいた挑発、かわされたら私は。かわしたりなんかしませんよ。これで私は動けない。さてどうします。気泡を撃ちますか、みっともなく逃げ出しますか。どちらでもご自由に。さあどうぞ。こいつはイカれてるのか。だとしてもここまで煽り立てられて逃げられるものか。気泡、そうはしていましたが、まさか本当に無傷とは。体が、終わりですね。一体あなたは何者なのですか。私は鬼滅巫女、お前ら鬼の敵ですよ。この瀬戸が、好奇で名付きのこの俺がこんな形で終わるとは。一興よな。